女長です。皆さん夏楽しんでいますか？きっと学生のみんなはそろそろ夏休みとか終わるのかな。大人の人は夏休みってあるのかな。私今のこの YouTuber っていう仕事をしてなかった時は夏休みなんていうものはなくて、暑い中でもずっと働いていたんですけど、今は毎日が夏休みですはい、ということで、まあ、毎日が夏休みって言ってもいろいろ仕事もしてるんですけど、今回は夏といえばやっぱお祭りということで、お祭りで食べるものが私大好きなんですよね。特にクレープが大好きなんですけど、今回はちょっと作ってみたいものがありまして、こちら用意しました。もうタイトル、サムネイルにも載ってるので伝わっちゃってると思うんですけど、わたあめきです。最近のわたあめきってこんな可愛いもの売ってるんですね。動物の森とかの家具としても使えそうなぐらい可愛いわたあめきではないでしょうか。で、今回はこちらでわたあめを作っていくんですけど、ただのわたあめじゃなくて、韓国か中国かのどっかの国かの動画で可愛いわたあめを作ってたんですよね。で、私も今回そちらの可愛いわたあめを作ってみたいと思います。で、その度にザラメも、いろんな色のザラメを用意してみました。赤、緑、黄色、青、白、黒、かっこコーラージュなんですけど、この6色を使いながら可愛いわたあめ作りやっていきたいと思います。夏なのでね、お家でお祭り気分味わっていきたいと思います。それでは作っていきましょう。工場長のチャンネル、普通に一回普通に作ってみたいと思います。このわたあめ機届いてからまだ一度も使ってないんですよね。電源入れます。ポチッとね、あった。びっくりして、ちょっと待って、電源切っちゃった。全然絡み取らないんだけど、待って、みんな奥に行っちゃう。ちょっと待って難しい。普通に取れると思ったらあっちこっち行っちゃう。なんとなく始めたわたあめ作り、まん丸い可愛い形を作るのは思っていたよりかなり難しく、わたあめ名人という存在の偉大さを思い知ることになったのです。そして彼女は気づきました。わたあめを作れる人かっこいいと。こうして地獄の訓練が始まったのです。来る日も来る日も綿あめを作り続け、失敗しては食べ、煙が出てはぼや騒ぎ、気分転換にコーラ味も楽しみながら、たまにうまくできた時の喜びは一生の思い出になることでしょう。どんなに失敗しても諦めず、また挑戦するのはなぜなのか、彼女にインタビューを取ることができました。そうですね、一言で言うのはちょっと難しいんですけど、強いて言うなら変化の象徴ですかね。やっぱ昔は白くて普通のポワンとした綿あめが定番だったと思うんですよ。ただ令和になってからカラフルな綿あめだったり、可愛い形の綿あめだったり、キャラクターものだったり、お花の素敵な綿あめだったり、
いろんな綿飴が出てくるようになって、ここまで変化を遂げたものって歴史上綿飴ぐらいしかないんじゃないですかね。きっとこれからもどんどん変化し続ける綿飴をいろんな人に届けていけたらなって、そんな風に思っています。夢っていうか、目標っていうか、地元北海道なんですけど、北海道の白老町の神社祭り、小さい頃よく行ってたんですけど、そこのお祭りで出店できるようになれたらなって思います。そのお祭りだけじゃなくても、白老町の港祭りだったり、白老牛肉祭りだったり、とりあえず今はそうやって出店できることを目標に日々練習していますね。で、そこのステージに立てたらそこからスタートだと思っているので、本当に今はもうスタートにも立てていない状態なので、まだ全然夢っていう夢は語れないですね。ただいつか綿飴を通してたくさんの人に夢とか希望とか、そういうものを伝えていきたいなって思っています。綿飴への熱い気持ちを語った彼女、10年後の今一体何をしているのでしょうか。伺ってきました。10年前と同じ洋服で姿を見せた彼女、当時よりも手慣れた手つきで作業の準備をしています。今回は見ている皆さんのためにかわいい綿飴を作ってくれるそうです。一体どんな綿飴ができるのでしょうか。まず入れたのは青いザラメです。慣れた手つきで棒を回し、どん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 綿を大きくしていきます。そして出来上がったのは青い丸い綿菓子。成長しましたね。これお腹のパーツ、かわいい。めっちゃむずいね、綿飴切って。結構練習したんですけど、こんな感じ。でも可愛くない？めっちゃ可愛い。で、今回このコーラージュなんですけど、こういうザラメなんですよね。で、これで黒色できると思ったら、意外と薄くてこんな色なんですよね。だからちょっと顔は違和感はあるけど、まあでもすみっこちゃん感はあるんじゃないかなって思います。できたーちょっと時間が経つにつれてしぼんではきちゃうんですけど、かわいいすみっこ暮らし完成しました。お花風綿飴ちょっと形がね、途中ミスしちゃって、なんか縦に大きくならない感じだったので、幅広に作ってたりました。で、あともう機械一回洗わないともう綿が出にくい感じになっちゃったので、これが限界かなっていう感じです。ということで今回は綿飴作りやっていきました。本当はキャラクター綿飴を完璧に作りたかったんですけど、
ちょっと舐めてましたね。結構難しくてびっくりしました。でいつか綿あめ屋さん本当に開いてみたいなって。これがもっと手際よくさ作れなきゃいけないから、かなり修行が必要だと思うんですけど、地元のお祭りに屋台出店してみたいなっていうちっちゃな夢ができました。よかったらその時は告知するので、綿あめ買いに来てください。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございましたと前に、ただいまこちらパパパーン、私のエコバッグが発売されました。詳細概要欄にあるので、よかったらこちらもチェックしてみてください。めっちゃねいい感じのサイズ感なんですよ。コンビニとかちょこっと買い物するときにカバンに潜ませとくととっても可愛いんじゃないかなと思います。ちゃんと折りたためて、最後今これ内ポケットになってるんですけど、ここのポケットのところに全部シュッと収納できるようになっています。まあそんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。